を、辞めると聞きました。ほんまに、宣言する必要あるんかなと僕は、思ってます。勝手に辞めればいいし、またやりたくなったらやればいいし。なんで今回の牧のこの引退宣言にはあんま納得してないです。まだ体も動くと思いますし、まあ、やりたいこともあるのかもしれないですけど、セカンドキャリアで。でも僕らサッカークラブあるんで、東京待ってます。オファー出します。で、出したやん。そういえば明日をなんかカップルみたいな向かってるのはちょっとなんか今思い返したらちょっとイライラしてきた。イライラすることじゃない。このままひっくり返して、僕の立ち上げた江戸オールユナイテッドに入団ちょっとしてもらっていいですか。宣伝してるでしょ。改めて連絡します。僕はお疲れ様でしたって言わずにこのまま、ビデオメッセージを送りたいと思います。また連絡します。なるほど、はい、これね、本田選手からのメッセージで、ね、はい、引退するって言ったら、はい、いやちょっとうちのチーム来いよみたいなやり取りが終わりだったんですか。そうですね、本人にはちゃんと伝えましたけど、ただこれあれですよね、ねぎらいの言葉じゃなくて自分のチームの宣伝ですよ、ね、いやいや、そんなことないと思うよ。本当にやってほしいっていう本田さんのお気持ちだと思いますけどね、はい、いやいや、だからもしやちょっとごめんなさい、はい、もう気持ちが変わって本田選手のチームに行くことになりましたって言ったら、それはそれで多分牧野選手のキャラクターですから、はい、日本中許してくれますよ。僕らは言いますよ、さっきの演出何だったんだとはね。僕らは言いますけど、でもね、はい、もし考え方が変わったら、ぜひ。そうですね、熱烈なオファーというか、お話をいただければ、はい、考えます。で、やってほしいという気持ちも我々ありますから。はい、ありがとうございます。ななみちゃん、なんか、牧野さんに聞きたいことある？はい、まずは本当に、牧野さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ワールドカップ、はい。